やれやれ、なんとかここまで逃げられたな。いや、俺の透明化能力大活躍だったな。透明化って便利だけど、誰にも気づかれないってなんだか不安になっちゃう気がするわ。お、わかる？わかってくれちゃう？そうなんだよ。だから超能力を使った後は大声出したくってさ。ち、めんどくさいやつだな。ここはまだ敵地なんだぞ。誰かに発見されたらどうする？そんなに警戒する必要はないさ。そもそももう見つかってるんだな、強化。気づいていたか、強化。どうしてここに？影狼が姿を消した時点で警戒はしていた。予想外の訪問者により後手に回ってしまったがね。ここで重ねを逃がすわけにはいかない。過ちの宇宙やり直すためにも。来るぞ、構えろ。ちょっと待って、どういうことなのか説明して。そうだ、どうして僕たちを裏切った？全ては過ちを無に返し正すため。そのためには重ね、お前の力が必要なのだ。抵抗するな。この冷徹な船、まるで昔の私と出会ってすぐの頃の強化みたいだね。任務の遂行は全てに優先される。走れ若者。借りる足で。お願い。逃がしはしない。どうだよ。抵抗する。危なかったわ。しとくか。上手なくなりそうなメンバーの移動者。お前は危ないぞ。
どけ。弱ってる隊員がいる。注意して。行ってくるわ。しっかりしたまえ。どうして？強化。小僧くく。どけ。どうして？確かに、トゲツならそれくらいやりかねないが。強化、思い出せ。君は強化エデン、私たちの仲間だ。その言葉が届くかね。俺の推測が正しければ、強化の自我の方が後付けのはずなんだが。カゲロウが何をどこまで知っているのかわからないが、現に強化は記憶の操作に抗おうとしてるんだ。むしろ何かを知ってるなら手を貸してやれ。トゲツのスパイかもしれない女にお優しいことで。カゲロ、黙ってろ。私は同期の仲間である強化を取り戻したいんだ。はいはい。ねえ強化。いえ強化隊長、私は、いえ私も本当の自分が何者なのか見失いつつあるわ。でもいろいろな思い出が私をカサネランドールとして支えてくれている。その中にはあなたが強化隊の一員として受け入れてくれた記憶もあるの。あなたは強化エデン、私を育ててくれた隊長なのよ。カサネ、みんな、おい、大丈夫か？ごめん、ごめん、みんな迷惑かけちゃったわ。強化、よかった、正気に戻ったのね。いや、まだわからないぞ。そうであってほしいが、装っているだけかもしれない。嵐、強化を取り戻したいんじゃなかったのか？あいにくと私はシデンのようなリアリストの皮をかぶったロマンチストではないんだ。取り戻したいからこそ疑うんだよ。そうね、
疑ってくれた方がいい。私は渡月のスパイなんだから。いつからだ。いつから僕たちをたばかっていた。最初からよ。私は渡月から派遣されて周防に潜入していたスパイなの。渡月の悲願を果たすためには重ねの超能力を覚醒させる必要があった。陰ながら重ねを保護し成長を促して、レッドストリングスが目覚めたら渡月へ誘導する。そういうことか。強化、もし君にスパイであることをやめるつもりがあるなら教えてほしいことがある。ポープというのは誰だ。人が変わったようになっていたのと関係があるのか。私は渡月橋の創始者であり脳科学の権威だった人よポープ博士の記憶を持っているの。かつての私はポープ博士そのものだった。だけど強化として過ごすうちに強化の記憶がどんどん積み重なって、強化の人格が私の中で強固になっていった。重ね、あなたを守っていたのは渡月に命じられたからだけじゃないの。私は重ねやタイのみんなのことが好きだった。強化エデンとしての生活すべてを愛していたわ。いつかこんな日が来ることは分かっていたけれど、その日が来ないことを祈っていたの。重ねがレッドストリングスに目覚めなければって信じてはもらえないでしょうけれど、私たちが信じるかどうかより、強化、あなた自身はどうしたいの？嵐はスパイをやめるつもりがあるならと言った。強化はそれに答えた。まさかまた渡月に戻って新たな任務にでもつくのか。私たちはまだ聞いていないわ。あなたがこれからどうしたいと思っているのかを。私はデザインチルドレン、任務遂行のためだけに作られたクローン。他には何も考える必要はない。失敗には死よ。昔の私はそれが全てだった。でも今の私にはやりたいことができてしまったわ。ポープの意識をどこまで抑えられるのかはわからない。だから私と一緒にいてはみんなが危険かもしれない。こんなことを言える立場じゃないのは分かっているの。償いきれないことを私はした。だけど私はみんなと一緒に生きて、私自身の意志で重ねをみんなを守りたい。私に生きる意味をくれたのはみんなだと思うから。そう、信じるわ。私がこれまで見てきたあなたの優しさや温かさ、それが全部嘘だったとは思えない。たまにちょっとおせっかいな時もあるけど、それが強化よね。ああ、今の言葉は私が知っている強化の言葉だった。演技なのだとしたら騙されても仕方がないレベルだよ。なに、ポープの意識とやらが出てきた時は私が解釈してあげよう。安心したまえ。怖っ。それ裏切ったら殺すって意味と変わらないんじゃねえの？茶化してるが、全てを打ち明けてくれた強化と違い、お前は全く信用に値しないことが分かっているのか。悲しいね。重ねを助けたのは俺なんだけど、ま、俺の話はここを離れてからにしようや。強化が戻らないことが分かれば追っ手が来るんじゃねえの？そうね。それじゃあ急いで下山しましょう。さあ
強化も一緒に。強化が一緒に来るのを誰も反対していないんだから当然でしょ。何かしら。デザインチルドレンという言葉がひどく気にかかる。後でもう一度話を聞かないと。